皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月の17日、13時12分、今日、地上波で、ドジャース対、韓国の、チームとの、試合がありましたが、途中から、チャンネルつけて、最初1-0の場面からですね、2回ぐらいからですかね、見たのは。で、頭の中をかしながら、4対0のところまで、進んで、今一旦試合中なんですけども、さっき、大谷翔平選手、伝えたいことがあったので、メッセージ送っておこうと思います。2打席目、1打席目はどうなってたのか私は見てなかったんですけど、2打席目、高めの明らかなボール球を振りに行って三振してますよね。あの打席の前に、ベンチの中ですでに笑ってるところを映されてます。だからもう頭の中いかない、しっかりと。僕の方から。それを言ってたら、あんなボール球振らない。高めのあんなに、明らかなボール球はしっかりと見逃さなきゃならないと、あとそれと、場面的に1、3塁でした。で、相手ピッチャーの心理からしたら、昨年3割超えのホームランを44本、数字としても、かなりしっかりした数字となってくると、相手ピッチャーの心理からしたら、やっぱりボール球を振らせたい。だからやっぱりああいう風な高めの釣り玉とか、あとは外角、内角への、あとは落ちるボールだとか、そういったことを投げてくるだろうなっていうことをあらかじめ、予測しておくこと。それに合わせて、バットを、振っていくと。だから2打席目に関して内角内角で相手ピッチャーが投げていたことに関して、ちょっと対応が若干できてなかった。頭なんかしっかりいってるときは、内角のボールでも、ある程度タイミング合ってるんですよね。で、方向性として逆方向を狙ってるなっていう。一般人の人が聞いたら、その内角のため、球はしっかりと、翔平は左バッターですから、ライト方向。外角だったらレフト方向って思うでしょ。けど、そればっかりに意識がいくと、相手が内角投げてくるか外角投げてくるか、最初から分かっておかなきゃなんないんですよ。バッターの立場からしたら。オールマイティな、ボールの対応の仕方を私は彼に伝えていて、そして彼はそれを実践してるんですね。だから、内角のボールも、ちょっと強引に見えますけども、流し打ちみたいな形になるんですよ。あの形で、別にファールで、なっても別にいいんですよ。ゴロとかでアウトにならなかったら。基本的に内角ばっかりずっと攻めてくることはまずないです。外角とかある程度ボールを散らさなかったら、それはそれで、ピッチャーも変になっていきますから。その後のバッターに対しても。配球。だから、その辺のところは、何回も内角投げられてるから、目が慣れるっていう部分があるんです。で、その辺のところは、問題ないんですけども、やっぱり最後の釣り球の高めのボール、低めで来てたでしょ。相手ピッチャー内角の低め。で、高めに投げ込まれて、それを振りに行ってしまってると。基本的に低め低めで、バット振りに行ってるから、高め来ても、もともと高いから、あのボールはもう絶対見逃さなきゃなんない。で、ボールカウントを稼ぐこと。で、それで相手に、ストライクゾーンに投げ込ませざるを得ない状況を作ることなんですが、ただ、場面的にも1、3塁でしたから、相手ピッチャーの心理からしたら、もう点取られてるでしょ、3点以上。で、セカンドが空いてるでしょ。試合全体の場面を考えたら、翔平歩かせてでも、次のバッターでゲッツー狙いだと思いますよ。相手ピッチャーのしっかりした人であればね、考え方。
考え方ですよ。だからもう正直序盤で3対0とか4対0になった時点でほとんどの試合は負けます。これは本当の話です。今までのデータ見たら分かります。まあ普通に考えても分かりますよ。まあそこの辺相手ピッチャーからしたらまだ試合を捨ててないから、だからボール球でまあアウト取れたらまあラッキーだなと。別に歩かされてもその代わりその次のバッターもうここ本当に相手ピッチャーからしたら勝負どころ、そこでゲッツー取れたらまだこの試合なんとかなるかもしれないっていうわずかな希望が残る。正直それでも4対0っていうビハインドが大きいですよ。だまあそういう場面だから、まあちょっとその、翔平がね、高めのボール球を振りに行ったのと、それプラスね、これも正直言います。この試合、外野、ドジャースのね、選手が打った外野の、まあ、フェンス直撃ぐらいの打球なんですけども、韓国の外野手の人追いついてるんですよ。グローブのこの辺に当たって落球してるんですけど、まだ髪の毛染めてる人でしょ。意図的な方ですか？それしたら下で神がかり的な力で、ピッチャーストライク入らなくなりますよ。もうそれまで僕は心の声で、まあ、当たり前の話ですけどね、世界のルールは法律っていうことになってますから、お客さんお金払っている、両方とも全力で勝ちに行くしかない、まあ、ただオープン戦だから、まあ、天の神様への安全のお祈りはしてますっていうワードも多分聞こえてると思うんですよ。だまあオープン戦だからまあ怪我をしないようにっていう、まあ、それはあると思いますよ。だからピッチャーの方でもピッチャーライナーが来た時に取りに行こうとしないで避けてましたから、韓国の選手。まあこれはオープン戦だったらそりゃそうだと思いますよ。開幕する前にね、怪我したらしょうもないですから。まあまあ、ただ外野手の選手に関してはちょっと謎なんですよ。いや、まあもちろんフェンスにね、激突とかして、こう、体を痛めたくないっていう、それはわかるんですけども、追いついて、クローンの、ここ、あと握るだけだから。やっぱりわざとの方ですかね。なんでしょうね。いや、まあ、まだ髪の毛染めてる人だから、どうなんですか、ルール、その、世界のルール法律でしょ、海洋基本法違反だから、それ取る瞬間、頭の中なんかこう、取られたりとか、おかしになったりとか、もしくは体にね、なんかちょっと違和感があったりとか、動きがね、ちょっと、ぎこちない動きしていて、いや、これよくわかんないですよ。その、基本的には、あれぐらいの打球は、普通、高校生も取れるから、本当は。ちゃんと日本で例えるとね、甲子園を目指すっていうような練習をしてきた人だったら、95割以上の人は取れます。だって追いついてるから。これはね、ものすごい手伸ばしてとかじゃなくてね、手の長さ、これぐらいですよ。こんな無理して、こう、それでね、もうどの辺に、もう、目でね、ボール見えてなくて、こう、大体で取りに行ってるとかじゃないから、見えてるから、見えてて、腕もこれぐらいだよ。ここだから、いや、おかしいって、いくらなんでもそれはない。ちょっとね、今これみんなでちょっと検証しましょう。これで僕は笑っていたら笑ってたで、ドジャースの方がね、今、点数取られてるか取られてないのか、これ、ルール法律で、八百長したら絶対ダメなんですよ。僕から見たら、どうしてもその落球の仕方は、できるです、八百長っていう風になるんですよ。それまでのね、ドジャースの人たちの打ち方と、相手ピッチャー、韓国の選手は、大真面目に投げてます。しっかりと。アウト取りに。で、ドジャースの人たちも、いろいろね、気張って、全然笑わないでしょ、各バッターの人。試合に大真面目に取り組んでるんですよ。翔平、肝心の翔平。
幸せなのは分かる、幸せなのは分かるけど、仕事とプライベートの時間帯は分けときましょう。僕はキャンチェンジする可能性ありますけどね。もう 今からもうすぐ阪神タイガースの試合の時間になりますから、もう正直もう4対0ですから、もう確率はそこは。それでまあドジャース、あれだけ気を張ってる選手たちあれば、まあまずもしもっていうことはないでしょうね。もう普通に考えて。ただちょっと超肝心からなんでしょうね。結婚して幸せなのか。試合中、生涯、今29歳、今年30でしたっけ。中堅どころ完全に。チームの中心を担っていく人間、成績的にも、野球界全体としても、そんな人間。ベンチでヘラヘラヘラ入って、バッターボックスに入った時にね、結局それが響いて、ね、高めなあんなボール、もう、正直もう、これやっぱり世界中のね、政府上層部と本音で話してきて、で、外交うまくいってきた部分ありますから、今まで できてなかったことをね、しっかりとできたっていう外交の実績があって、そこはもう世界中の後ろの方たちにね、本音で話してるんですよ。一般人から見てどうとかこうとかね、国連があってとか。いや、そういう、すごく良い方向からの話をして、しっかりとうまくいってるんで、正直本音言いますよ。あんなボール普通ぐらい。もうちょっと笑ったから。何してんのってそれ翔平やらせわかんないいやもう普通のちゃんとしたプロとしてのね、ルールで考えると他のスポーツもそう、その試合中ヘラヘラヘラ笑ってる時絶対大した結果なんか出せないから、その各個人の選手止まりにしておかなかったら、一人の選手がヘラヘラ笑っただけで、他の人の選手みんな大真面目に試合してるのに、そんなことしてたら、ドジャースの人からしたら、翔平君はスパイとして来たのかっていうことになるか。スパイ防止法って用語で詰めたってわかりますよ。中国の反スパイ防止法ってどういうことなのってちゃんとスパイを取り締まるのかスパイ行為を認めてしまう漢字と英語の、まあ、合わせた読み方ですけども、その読み方だったら日本の報道関係者がふざけ始めたのか何なんかよく分かんない。中国語の読み方としてこれを完全に日本語に当てはめた時、これはどうなりますかっていう話で聞かなかったら分かんない。その幸せになりすぎて分かりますよ。今結婚したてでね、浮かれるっていうのはそれはもう人間誰しもあることだと思いますよ。だけどもうそこベンチないかもう油断しさ一つね、翔平が絶対的にできてないことを言います。心の声でね、明らかに淡い圭介からっていうことをね、心の声で分かっている以上、敬語使わなきゃなんない、本当は。まあ、その辺のところで間違えてるから、敬語なしで、翔平答えてるから、だから、その時点でね、間違いが、その時点から始まっちゃってるんですよ。最終的にベンチの中で余裕な気分になってしまって、もうヘラヘラ笑い、ついに笑ってしまった。でその後バッターボックスに入ってるなんですよ。ちゃちゃベンチにいる時の心の声とか聞こえてきてもちゃんと敬語で受け答えしてね、で何をしようかって言ったらちゃんと相手ピッチャーを見ておくこと、コントロールは今日はどうかって、どの辺に投げ込んできてるか、あ、今日あのピッチャーあのあたりに投げてるボールの精度高いなって。けどあのあたりにボール投げてる時とか、ストレートの調子とか、スピードだとか。あ、これならって。もうネクストバッターボックスに入る前からそれを先に考えておくこと。
で、ネクストバッターボックスでは、どのボールを狙っていくかっていうことを頭の中である程度組み立てておいてね。それに合わせて投げてきたときに、こう振ったときに自分としてはどうかなって頭の中でイメージ取る。これ。多分ドジャースの他の人たち、みんな見てる限りね、ベンチで他にヘラヘラ笑ってる人見かけませんでした。びっくりした、ほんと。ホームランを。しかも打率3割超えのホームラン。数字も44本としてね。それも途中で試合出なくなってですよ。あのまま試合出たら多分50本以上じゃないですか。まあ多分打率も3割超えてる。ね。フォアボールの数も多い。盗塁もね。結構してると。で、二刀流でしょ。10勝以上上げてて。そんなにすごい人が一番偉い。逆行きすぎるにも程がある。いや、だからね、これね、ちょっとね、これね、まあ、ドジャースのね、選手の人たちからだったら、多分言いにくいと思いますよ。せっかく結婚した時にね、まあまあ、なんとなく、まあまあ、そういうの分かるわっていうのはあると思うんですけども、ただ、もう開幕戦前にはね、ちゃんとハワイさんもこう言ってることだし、ちょっと、僕らもちょっと言おうと、翔平って。俺と結婚したのはめでたいことだと思う。だけどもこれは試合だと。ベンチの中では、ね、その試合が始まって終わるまで、その日一日はちゃんとヘラヘラしないで、試合に取り組もうって。これ言わなかったら、翔平自体が忘れてる可能性あるから、幸せすぎて。わかんない。嫁さんの声が聞こえてきてるのかもしれない。でもニヤニヤしやすい。これはこれで可能性あるから。あとは皆さんね、それちゃんと口で言えばね、しっかりとできることですから。まあもう1時29分。阪神タイガースの試合開始時間が何時かわからないですけども、テレビの放送自体は、まあ、13時、24分からなんですよね。だから30分から試合なんじゃないかなと思ってます。ですので、もうこれぐらいにしておきます。どうも長い間ご清聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録、着信通知の設定、あとは身の回りの方に。着信通知の設定の仕方がわからない方は、聞いていただいて、あと周りの方に、まあ、あの人の言ってることなかなか面白いよと、で、まあ、野球のことかなり詳しいよっていうことをね、伝えていただけたらいいんじゃないかなと思います。あと、まあ、いろんなことを僕のホームページ見ていたらわかると思いますよ。以上です。